何か視線を感じるわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。なあ、アルフェン。そうだな。まで言っていないといいが、それにしても自分のやりたいことか。シオンはどうなの？私？前に話したことがあったかしら。いろいろ考えはあるのよ。料理や衣服に関連することとか、やってみたいことはあるけれど、まとまらなくて。そうか。ゆっくり考えていけばいいさ。よし、行くぞ。言われてたのはあいつか。問題なさそうな相手だ。やばせろ。マジで当たりやがった。ごめん、任せてくれ。おやじ、すぐが出てきた。落ち着いて帰ってなさい。次は誰だ。闘争なんて俺には関係ねえ。敵に回したくないな。私の精霊神聖戦隊に任せたぜ。言われるまでもない。その背中頼もしいわね。やばせろ。みんなあとちょっと気が付いたよ。片っ端からやるってね。倒れろ。あたてか、やばせろ。よし、小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振り出さい。やばせろ。悪いな、ここは通行止めだ。はい、もっと早く行くぞ。あった。えっ、もう無理はできない。あ、気をつける。マジでラジャー変な撤去。よし、問題になりそうなズーグルはあらかた片付いたな。早く心に知らせてあげましょう。俺が防御する。ようやく出番だ。他にもいろいろできるし。こういう連携だ。あと少しよ。この調子で決めるぞ。え、それを自分の私が止める。お願いしたら俺をぶっ潰してやる。信頼ロ
調子みたいね。なあ、俺はいつでも絶好調だね。精霊力をアタック。ピルルがプルプルしてる。幸運の予感。もしかして君がデリオか。父親が探していたぞ。あ、炎の剣のお兄ちゃん、それとあの時のお姉ちゃんだね。あなた、グラニード城で昇降機の鍵をくれた。うん、お城では助けてくれてありがとう。ちゃんと逃げられたよ。そうか、無事でよかった。俺はアルフェン、こっちはシオンだ。僕はデリオ、改めてよろしくね。父親から聞いたぞ。一人で果物を取りに来るにはこの辺りは危険だ。でもお父さんが疲れているみたいだから元気にしてあげたいと思って。僕ね、グラニード城で働かされている時、倒れていくたくさんの人たちを見たんだ。お兄ちゃんたちが助けに来て、その人たちが解放されて、だから僕も人を助けたいって思ったんだけど、まずは身近なお父さんからって思って。でも武器は使えないから、できること考えて。デリオ、それならあなたの代わりに私たちが果物を取ってきてあげるわ。シオン、いいの？実は全然見つからなくてどうしようって思ってたところだったんだ。ええ、任せておいて。あなたはお父さんのところに戻って待っていてちょうだい。うん、わかった。お姉ちゃん、どうもありがとう。相談もなく返事をしてしまってごめんなさい。いや、俺も同じ気持ちだったからいいさ。あの子のやりたいこと応援してあげたいわ。ああ、そうだな。
新たな力が手に入ったな。見覚えのある景色は安心するな。そうだな。明日の分のドーナツは残りそうにないな。おかえりなさい。あなたが言っていた果物を持ってきたわ。受け取ってくれるかしら。お姉ちゃん、僕が触っても大丈夫？もう大丈夫よ。グラニード城では、ごめんなさい、ひどい言い方をしてしまって。ううん、ちょっと驚いたけど、お兄ちゃんが僕は悪くないんだって言ってくれたから気にしてなかったよ。ありがとう。わあ、美味しそうだね。早速お父さんに食べさせてあげるからね。嬉しいよ。お二人とも大変お世話になりました。俺たちがしたことにこんな影響があったなんてな。奴隷からの解放を成し遂げて本当によかった。シオン、どうかしたか？私、あの子の今の姿が茨から解放された私自身と重なっているように思えたの。私も茨から解放された後にやりたいことがたくさん浮かんできて、私わがままなのかしら。いや、そんなことはないと思うが、いいことなんじゃないか？そうかしら。あの子を見て、私もやりたいと思ったことを行動に移してみたいと思ったわ。そうか。俺は全力でシオンを応援するよ。手伝えることがあれば何でも言ってくれ。心強いわ。ありがとう、アルフェン。それで何からやっていこうと思ってるんだ？衣服については品評だけじゃなくて組み合わせを考えることもとても楽しそうだと思ってるの。そうか、いいじゃないか。ありがとう。最初はあなたよ、アルフェン。お手柔らかに頼むよ。この旅も刺激的な旅であった。
材が手に入ったからな。よ、なあ、どうだ？ん？あんな風に自分のこと心配してくれる家族がいるって。なんかいいよな、兄弟の絆ってやつなんだろうな。お兄さんが森の風景を楽しめるといいんだが。物騒なところね。俺たちが片付ければ少しは平穏になるさ。相変わらず人がいい。本当にあるようだな。でけえな。腕試しに良さそうだ。調子に乗りすぎないでよ。
行くわよ。傷をこのまま押し切る。状況に乗せられて前に無茶するために治療したんじゃないわ。分かってる。治癒の術よ、ファーストエイド。傷を治すわ。ファーストエイド治癒。ぶっ潰してやる。人類漏洩核。精霊力をアタックポル。
負けねえってあいつをぶっ飛ばせばいいんだな。どっちなさい、ヤマタロウラ炎よ、巻き込め、次へ行け、どうマグナレイ、照らせ、エンレンジャーに結構アンタン照らして、ヨウトラプラック、ホーリーオーベドライブ、私が止めるよ、シグル精霊力を、バタッパム、完璧だね、インテリーカム、小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ、存分に力を振る、ルーソーライバル、ロー任せろ、
おい。容赦しないわよ。ヤマタロウ、どうこみ、まだ行こう。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。分かった。応酬地学人みんな、あとちょっとだよ。おい、サクッと蹴りつけようぜ。あ、ローは腰も気を抜かない。なんで俺だけ。生命力全開、いっけ。入り戻らないわ。さあ、あげそうなの。拾ったぞ。見覚えのある景色は安心するな。
あ、あ、もし自分に兄弟がいたらどんな感じだったと思う？さあどうだろうな。弟や妹がいたら甘やかしてたかもな。ならアルフェン兄ちゃん、晩飯の肉俺だけ2倍にしてくれね。いや、そういうズルはダメだ。くそ、真面目だなアルベン兄ちゃん。安心しろ、そのうちうまい肉料理を作ってやるから。辛さは控えめでな。無事につけたな。感じるぞ、窮した民の思いを。私たちの出番だね。ちょっと、やれやれ。やった。物資が届かなくて困っている人がいるでしょうし、すぐに私たちでズーグルを倒しましょう。シオンってやっぱり優しいよね。ああ、シオンは優しいよ。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。私が絡めとろう。このまま押し切る。状況に乗せられて前に出すぎないで。ああ、すまない。大変だわ。
見誤った。いたよ、頼まれてたやつが。攻撃あるのに俺重いかよ。ヤバタロ抜き込む。マジンガー攻撃が出陣。やらせない。今だよ。使用発展戦。やらせか。そこだ。早い。マジンガよかったのに。ありがとう。よし。そうね、簡単そうに見えて難しいことだと思うわ。お、もしかして俺の話でもしてんのか。そんなわけないでしょ。ローはちょっと黙ってて。お前、俺には全然優しくねえよな。そうかしら。優しさの受け取り方も人それぞれだと思うわよ。釣りというわけではなさそうだな。なんだかひどく嫌な予感がする。ああ、あの聞こえて情けな感じ、どうにも思い出すよな。ボルラーンの城で見た光景か。確かに。何が起きている？それにあの仮面。ああ、かつて俺が被っていた鉄仮面そっくりだ。誰か話を聞ける人を探そう。仮面かぶってるやつばっかだな。みんな、話しかけてもまるで反応しない。何が起きているのだ。かぶってない人も探した方が良さそうだ。レナ人まで同じ仮面を。おい、俺がわかるか。おい、これ外せないか。それは最後の手段にしておいた方が良いな。
もし仮面が原因だとしたら、どんな影響があるかもわからん。人はいるのに話し声もない。不気味だね。ダナでもレナでもいい、仮面をかぶってない奴はいないのか。どこかに隠れているのかもしれないわ。探しましょう。誰だ？バエフォン、無事だったのか。何が起きてる？表の人たちは一体どうしたんだ？それは、ん？少し前に妙な連中が町に現れたんだ。皆あの仮面をかぶっていたんだが、ダナもレナも混じっていた。だが何より妙だったのは、率いてたのは誰だと思う？誰って誰なんだ？ナザミルだ。どういう意味？ナザミルが率いてたって。そのままの意味だ。一人だけ違う仮面だったが、確かにあれはナザミルだった。自分たちのことをカル・ベイセルだと名乗っていた。カル・ベイセル。平和をもたらすために来たとも言っていたよ。やり方はとてもそう思えるもんじゃなかったかな。自分らと同じ仮面を住民にかぶせたんだ。かぶせられた方はご覧の通りだ。止められなかったのか。漆黒の翼は何をしていたのだ。ナザミルの精霊術だ。とてもじゃないが対抗できなかった。それであんたたちはどうにか逃げてここに隠れていたってわけか。ナザミルは何を始めようってんだ。あんな仮面で人間をデクノボーにして。平和をもたらすって、確かにあれじゃ喧嘩のしようもないけど。ナザミルは少しだけ待てと言っていたわね。何が起きるにせよあまり猶予はなさそうだ。しかしどこに向かったものか。爆用の森だ、ガナスハロスの。おかしな話だが、どこから来たと問われてそこに拠点があると言っていた。隠す気ねってことか。信じていいのかよ。行くだけ行ってみよう。他に手がかりはないんだ。第一段階は順調。間もなく第二段階。何もかも順調。待っててね。